ね、ところで高野は今日、ね、なんかまた違う衣装ですけど、あったかそうな、素敵ですね。すごいおしゃれ、うん、ニット。そうなんです。今日はね、あの僕のマイフェイバリットでこのニットのお話と、はい、あとノルウェーリポートは家族の絆についてちょっとお話したいな、ね、はい、ノルウェー特集ということで、ね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まずは最初のリポートいきましょう。シャオラ、The first report is from New York。 今日の USA リポートはニューヨークからです。早速読んでみましょう。ハナさん、かな、皆さんこんばんは。こんばんは。今日はロサンゼルスの最新トレンドについてお伝えします。ハナ、どんなトレンドなんですか。はい、今男性の間で国営さんが見直されているっていう話題なんです。うん、まずはこちらからご覧ください。小林さん、うん、おー、ロサンゼルスのダウンタウン、2年前にオープンした理髪店です。腕利きの理容師が10人、1日で100人余りの髪の毛を整えます。人気のヘアスタイルは短く刈り上げるカット。このスタイルでは昔ながらのバリカンが大活躍。6種類を巧みに使い分け仕上げていきます。More masculine. It's more, it's a place for me. You know, a salon isn't really meant for a man. It's barbershops meant for a man. このお客は希望するヘアスタイルの写真を持参した様子。なんと1920年代のポートレートです。料金はヘアサロンより安めの$25、およそ2,000円です。ヘアスタイルだけでなく店内もレトロな雰囲気。1950年代製のアンティークなジュークボックス。こうした演出が店の人気の秘密。ちょっと懐かしいドーナツ版の音が響きます。待ち時間を過ごすゲームもレトロです。1950年代にバーなどで流行したシャッフルボード、パックを狙った位置に止め、その得点を競います。トータルにコーディネート、店全体で古き良き時代を再現しています。店のオーナーは脱サラをして店を開いたマット・バーマンさんです。オールファッションは not relevant。Old school is. And so what we do at Bolt Barbers is we make sure we don't lose the authenticity, the foundation of an old school barbershop. Through the burning year. かっこいい。意外でしたね。ちょっとなんかバーカウンターがあったり。いや、あのね、なぜ今昔ながらこういった床屋さんっていうのが人気になってるんですか。
はい、最近アメリカでは男らしさや女らしさを強調するスタイルが復活しているんです。だからバリカンのショートヘアもその表れかもしれません。なるほどね。まあだけどそれにしてもマットさんのお店これ魅力的だね。行きたいねこれ ねさっきのシャッフルボードとかね、やってみたい。カットしてね。そう、いい。私女性だけど行けるんですかね。え、どうなんですか。行けるんじゃないですか。行きたいですよね。なんか雰囲気を楽しみたいですよね。でもカップルで行ったりしてね。ほら、花みんな行きたいって言ってますよ。そうでしょ。この店はマットさんの体験からある思いが込められているんです。VTR をご覧ください。はい。3年前まである大手企業に勤めていたマットさん。世界各地を飛び歩く敏腕ビジネスマンでした。今店が入っているビルの一室に一人で暮らしています。会社を辞める直前にマットさんは妻と離婚。子供たちとも離れ離れになりました。 The life that I had built between the marriage and the big corporate career was a life of emptiness and unhappiness. And so when I started to realize that, you know, I'm on this planet once and that it's a journey, that I better put myself in a situation where I can personally derive happiness and satisfaction. その時、マットさんが思い出したのは幼い頃大好きだった床屋さんです。病気がちだった父親の代わりに家族を養った母親。両親のいさかいが絶えない家を抜け出し入り浸ったのが近所の床屋さんでした。There was a solitude in the environment that was very much, it was very peaceful, it was very tranquil, and there was a camaraderie that I felt that I didn't feel, to be honest with you, kind of, you know, anywhere else. Family and work aside, the men wanted to create a place to relax from the heart. That's Matt's desire.All right, you brought some jokes for me, John? How do you tick people off? 夜はビールの無料サービス。無料。あまりの居心地の良さにお客は散髪を終えてもなかなか帰ろうとしません。I think it's kind of going back to this and it's kind of cool to have something like this downtown. It's kind of a little safe haven for us guys. The women have the salons to go get pampered at. We haveThe games here, the beer. It was a place that I longed for. It was a place that I always imagined, where you just have a place where everyone can congregate and create community. And, you know, I needed that in my life. まさに男たちのオアシス。週末は深夜までメンズトークで盛り上がるそうです。だけど思いましたけど、どの国にも昔はやっぱり床屋さんでコミュニティ作りっていうのはあったんですよね。特に男性のね、そうですね、集まっていろんなことを話し合ったりという職業とか世代を超えて男が集まれる場所って床屋だったよね。床屋っていうイメージがねやっぱりありますけども、だけどマットさんのねやっぱり過去もねこういった過去がある、やっぱ子供の頃ね居場所としてそう床屋さんに行ってたということですけども、いや本当にねだからつながる場所がね近くにあるのこれありがたいものだなというふうに思いますけど、マットさんのなこういったお店っていうのは他にも花あるんですかね。はい、ニューヨークにもこういうレトロな雰囲気の床屋さんが増えています。男性にとってはちょっとホッとできる場所ではないかと思います。ね、いや本当そうですよね。いや本当に花ありがとうございました。ありがとう、楽しかったです。 Thank you very much. Thank you. See you next time. Thank you.続いては中村貴則さんのラグジュアリーレポート行きましょう。
My favorites. さあ、高橋さんお願いします。はい、お願いします。今日ね、ニットのお話しようと思うんですけど、うん、このニット、ちょっとノルウェーで買ってきたものなんです。これそうなんだ。そうなんですね。実はね、このだけでモチーフとか可愛いね、なんかね。そうでしょう。でね、うん、このモチーフ、実はこのインベーダーだったりするんですよ。やっぱりそうなんだ。うん、あ、インベーダーっぽいなと思って。でね、実は男性がデザインしたもので、はい、あのアルネ&カルロスさんっていう男性のニットデザイナーさんが、はい、今こう写ってますね。お、スリーショットで。いい写真ですね、これ。で、彼らもともとファッションデザイナーだったんですけど、うん、そのまあノルウェーといえばニットなんで、ニットにすごくハマっちゃって、今はもうね、ニットのカリスマとして世界でもこう有名になっちゃって、これ彼らが作った本なんだけども、まあ例えばまあこんなね、あの彼がこんな、カルロスさんの、そうなんですよ、カルロスドール、そうそうそう、こういうニットでね、そうなんですよね。でね、まあもちろんノルウェーまあ、もともと北の国なので、うん、あのニットはすごくポピュラーなんですけど、やっぱり女性 の編み物って女性のものなんですけど、うん、まあ、彼らみたいなデザイナーが出てきて、うん、さっきのまあこういうね伝統的なモチーフ、これ本当はトナカイだったはずなんだけど、うん、インベーダーにしちゃったりとか、そういう、ね、まあ、ニットは女性のものっていうそのまあ枠を外れてね、うん、外して、まあ男性にも楽しんで、うん、で、ありですね。で、彼らが一躍有名になったのにはこれなんですよ、このね、はい、ニットニットボール、おー、これアンディって、これアンディって書いてあるでしょ。あ、本当だ。でね、これは彼らがオリジナルでまあこう作っていて、これの本とかこれのまあ講演とかで世界中彼らが今飛び回ってるんだけども、これ何に使うかっていうと、クリスマスの飾り物に使ったりとか、オーナメントで使われるのね。あとはまあイースターの、イースターのオーナメントとして、花祭のその飾りで使ったりしてる。で、実はね、これね、僕も作っちゃったんです。これ、それ作ったんですか。よくできてますね、アメド。すごい。ちょっと形があれですけど、まあだけど、まあ、難しそうだね、これ。ね、ちょっともう先生に手伝って。簡単ではないよね。もらえない。でもね、これ作れるんです。で、これを作って、今僕ニットにハマっちゃって。え、そうなんですか。そうなんですよ。ここ今ね。そういう噂は聞いたのに、本当に。本当本当。で、今週からやりだしたのが、まあまあマフラーですよね。はいはい、でね、おしゃれな色ですね。マフラー作ってるんですか。いやいや、マフラー作ってて、まあいわゆるな商法のまあこのガーター編みってやつなんですけど、このまあ慣れたこの、いやいや、アメリカ式とね、イギリス、あのフランス式だって、僕はまあちょっとまだ初心者なんで、うん、アメリカ式がこうやりやすいかなと思って。簡単なやり方があるんですか。そうなんですよ。でね、これなんかね、うん、いや、これやるとなんかね、集中しちゃってね、うん、結構ね、喋りながらこうやってできるじゃないですか。うん、ハマっちゃって、あ、そう、すごい楽しいです。で、あとどこでも持ち運べるじゃないですか。で、ちょっと時間ができたこうスタジオのこう合間とか、ね、こう異様ですよね、ね、高野美が、スタジオの横で、ね、編み物してたら面白いです。なんかどうなんですか、なんか効果とかあったりするんですか、うん、あのね、楽しさっていう部分では、その今そういう意味では男性がすごくハマっていて、うん、男性だけ そのニットの教室があったりとか、うん、今ね、ニットカフェっていうのがニューヨークとか日本全国にもあるんですよ。ニットカフェ、ネットじゃなくて、ネットじゃなくてニットカフェ。そうなんですか。うん、でね、そう、編み物男子がこう増えてて、男子が増えてる。いや、この番組のね、プロデューサーもね、うん、